ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。今日もバー堀江モンチャンネルにいらっしゃってくださってありがとうございます。はい、こんにちは、寺田由紀です。ということでバー堀江モンチャンネル、本日はどんなお客様がいらしていただけるのでしょうか。バー堀江モンチャンネル開店です。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。これはですね、DNA の村田真理さん、そしてナナピのケンスーさんこと古川健介さんです。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こんな感じなんですね。そうなんです。そうなんです。こういう感じでゆるくゆるくトークしていただければと思いますので。はい、村田さんは今日初めてですよね。初めて。ちゃんとお会いするのは初めてです。ですね、ただちゃんとお会いしてないことはあって。そうですよね。そうです。私もともとサイバーエージェントの創業期に来て、その時にメルマの立ち上げに参画しててですね、はい、同じ会議室に、はい、リビングオンザエッジ時代の堀江さんも着席していらっしゃったので、はい、あ、じゃあ長いんですね。業界長いです。業界長いんですね。はい、で、家もっていうのを作られたのはいつぐらい？ちょうど1年前にイエモという会社を設立して、で1年で買えたんです。1年、そうですね、8ヶ月ぐらいで買収されました。さすがですね。いただきます。8ヶ月ですか？そうです、買収されまして、はい、でそれまでは何やられてたんですか？その前はですね、ソーシャルゲームの会社をやっていて、うん、でその会社も、グミという先週上場した会社に買収をされまして、でいくつか起業をしては買収されるということで、何をやってたんですか？ゲームは、グリとかモバゲーに、ゲームを、サードパーティーとして制作をして。ガラケーの方ですか？ガラケーの方です。ガラケーをガーってやってて、スマホの方のアプリゲームとかもやってたんですか？に行く前に買収されました、うん、2012年に買収されているの でその前は CGM 関係の事業をやっていて、はい、それも別の会社さんに譲渡したりとか、比較的事業を立ち上げては、譲渡したりっていうことを繰り返しやっている。そういうのシリアルアントレプレナーって言うんですよ。日本語に訳すと連続起業家って言うんですよ、ね、あ、そうなんですね。実はこの人もそうなんですね、うん、そうですね。もうあの前の会社はライブドアさんに買収していただいて、で今やっているナナピという会社は最近 KDDI グループにジョインして、うーん、そういう感じでいくつかやってるという形ですね。すごいですね。最初学生時代にそれやって、はい、その後リクルートに就職して、ほうそしてナナピ作って、そうですね、でまたバイアウトして、へ、最初はねあれなんですよね、あのライブドアに買収された会社株あんま持ってなかったんです。そうですね、 10% ぐらいしか持ってなかったですね。他の人が 90% ぐらい持ってるという。そう、もうちょっと世界規模でやりたいみたいな感じですか？そうですね、そうですね。どうですか？徐々に徐々に、はい、割と謙虚で小心者なタイプなので、はい、一足飛びにというよりはちょっとずつ階段を上っていきたいなという中で、はい、このあとそういうフェーズが来たらいいなと思って。あ、そうなんですか、うん、まあでも今は DNA、そうですね、に配属されて3ヶ月経ちまして、はいはい、何やってるんですか？最近、執行役員の方が気をつけていただいたんですけど、はい、その守る場所がそんなになくてですね、うん、割とフリーに、うん、好き勝手暴れてくれという任務だけいただいて、うん、特に新規事業の立ち上げのところに楽しく顔を出して、うん、好きなことを言っては力添えするっていうのを今3ヶ月間やり始めています。出社とかしてるんですか？出社とかしてるんですか？出社は、してます。してますってか、私日本に住んでいなくてですね、はい、で月に1回経営会議のタイミングで日本に戻ってきて1週間ぐらいいるときは、本社の光に今出社をしていて、そうじゃないときはシンガポール支社が DNA あるんで、うん、そっちで仕事をしていることが多いです。さっき伺ったんですけど、はい、移住をもう完全にされてたんですか？どっちにも家がある？あ、いや、家こっちにはないです。はあ、本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました村田真理様は、イエモやメリー、カフィーなどキュレーションに特化したメディアを多数プロデュースしています。ぜひチェックしてください。そして古川健介様は、ナナピという暮らしに役立つ知恵を紹介している人気キュレーションサイトを運営しています。
ビジネスから恋愛までためになる情報がたっぷりのナナピ、ぜひ活用してみてください。さて次回はどんなお話が繰り広げられるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。YouTube チャンネルもよろしくね。疲れたよ。マラソンだよ。